イソップ物語。ウサギとカメ。ある日、ウサギが、カメさんはどうして歩くのが遅くてのろまなの？とバカにして言いました。向こうの山のてっぺんまでどちらが早く着くか競争しよう。ハハハ、足自慢の僕と競争だってとバカにして笑います。よいドン。掛け声とともにウサギはストトンストトンと走り出し、あっという間に山の真ん中まで来てしまいました。カメはまだ山のふもとをのろのろ歩いています。なんてのろまなカメさんだ。ちょっと昼寝でもして待ってやろう。ウサギはぐうぐういびきをかいて昼寝を始めました。しばらくしてカメがのっこのっこ登ってきて、ウサギのそばを通り過ぎていきます。うわー、よく眠った。ウサギが目を覚ますと、万歳、僕の勝ちだ。山のてっぺんでカメが飛び上がって喜んでいました。生まれつき優れた人でもコツコツ努力する人には叶いません。アリとキリギリス。ある夏の暑い日、アリたちが汗を流して重い荷物をえんやこらっしょえんやこらっしょと運んでいます。草の陰の涼しいところではキリギリスがバイオリンを弾いて歌っています。キリギリスがアリに言いました。アリさん、この暑い日にどうしてそんなに働くの？バカみたい。僕たちは寒い冬に備えて食べ物を集めているのさ。遊んでなんかいられないよ。やがて夏も終わり、秋が過ぎ、寒い冬になりました。キリギリスは枯れ葉にくるまり、震えながら食べ物を探しますが、何も見つかりません。そのうちにアリたちの家の前に来ました。キリギリスはドアを叩き、出てきたアリに言いました。お願いです、食べ物を恵んでください。キリギリスさん、夏の間僕たちをバカにして遊んでいた罰が当たりましたね。遊んでばかりいると後で後悔しますよ。金の斧、銀の斧。ある日、正直者の木こりが木を切っていました。ところが汗で手が滑り、大事な斧がドボーンと池の中に沈んでしまいました。木こりは困ってしまい、斧がないと働けない、病気のお母さんに薬を買ってやれない。すると池の中から神様が現れ、親孝行な木こりよ、お前の斧はこれかと、金の斧と
銀の斧を差し出しました。とんでもない、私の斧は粗末な鉄の斧でございます。すると神様は木こりに、正直なお前に全部あげようと、金の斧、銀の斧、鉄の斧をみんな渡しました。この話を聞いた欲張りな木こりは森の中の池に行き、わざと池に斧を落として嘘泣きをしました。すると池の中からまた神様が現れました。お前の斧はこれかと神様は木こりに尋ねました。欲張りな木こりは手を差し出し、はい、金の斧も銀の斧も私のものです、早くください。神様は大声で言いました。この嘘つきの欲張りめ、お前の斧はこの鉄の斧じゃ。神様は怒って木こりに鉄の斧も渡さず、池の中に消えてしまいました。正直に暮らしていれば必ず神様が助けてくれます。肉を加えた犬。ある日、野良犬が上等の肉を拾いました。今日なんて運がいい日だろう。誰かに横取りされないうちに早く家に帰ってゆっくり食べよう。走って帰る途中、橋に差し掛かりました。橋の上からふと川を見て、野良犬は驚きました。川の中から美味しそうな肉を加えた犬がこちらを見上げているではありませんか。あいつの加えている肉の方が大きくて美味しそうだ。それにしても間抜けな顔をしたやつだ。そうだ、脅かして取り上げてやろう。そこで野良犬は川の中の犬に向かって、と吠えました。その途端、自分が加えていた肉は川の中へドボーン。あれれ、川の中で肉を加えていた犬は俺の姿が映っていたのか。肉は流れていってしまいました。あまり欲張って人のものまで取ろうとすると、逆にひどい目に遭いますよ。カエルと牛。ある日、牛が池にやってきて水をごくんごくんと飲みました。ハスの上で昼寝をしていた子ガエルは牛を見てびっくりしました。子ガエルは初めて牛を見たのです。子ガエルはぴょんぴょん跳ねて王様ガエルに知らせました。王様ガエルは知ったかぶりしてお腹をブーッと膨らませ、その化け物はこのぐらいのお腹だろう。とんでもない、もっと大きかったです。王様ガエルは思い切りお腹を膨らませ、ではこのぐらいの大きさだろう。子ガエルが首を振った途端、王様ガエルのお腹はパーンと破裂
してしまいました。できもしないことを無理してやろうとするとひどい目に遭いますよ。